ヶ丘駅です。これが地下鉄だと思うんですけど、 D2 マナンですね。そして、こちら高架がこの上が藤ヶ丘駅です。地下鉄の、そして名鉄バス高校ですね。松坂屋ストアがマックスバリューに変わって、フレッシュネスバーガーもある。なんといってもミスタードーナツ、ちょっと光源で見えないですけど、こちらに2つあるという感じです。行ってみれば分かりますね。でも建物自体は違いますね。こっちは完全高架してるんですよ。じゃあこのたい焼き屋さんは吉野家の件で使えるんですね。篠田スターミナル、次こちら側ですね。本日も地下鉄をご利用いただきありがとうございます。IC カードの専用買取が、さて、上に登ったところが、藤ヶ丘駅でございます。地上なんですね。神社の前でしたっけ。あ、石社前でした。まあ、東山さんの本数が多いものですからね、そこまで来る必要はないです。ではしばらく、一応そこをまっすぐ行くとあれなんですよね、留置線なんですけど、右に曲がると長くて死ね、しゃばで、まあこんな感じに朝に来るんですけども、始発電車はもうすぐ来ますよ。だってここに止まってるだけですもんね。で、この右にちょっと見えないんですけど、右に行くやつが、長久手市にまたがる藤ヶ丘の車庫でございます。何本かすかしますからね、すぐには乗らないです。もう3本ぐらい飛ばしていただきますか。この時間なんで4分間隔です。4分だったらすぐ来ますね。
もう AT をついてますね、これ。電車もすぐやってきますよね。まあこんな感じで無茶どうしようか。いや、じゃあ行っちゃいますね。よいしょ。
さあ次は先頭にやってきます。これ面接活動の話ですね。これよく見た新型ですね。1453って書いてます。そっかそっか。岡崎に2台1番と2番が入って3番がここか。1には岡崎ですね。岡崎業者がありますね。バスの方はでよく見ると電線がない。だから御堂筋線と一緒で銀座線と一緒で第3球場なんですね。特に案内もないんですよね、到着するときは。お、やっと旧車が来ましたね。この場合は夜だと運転台が見えないんですよね。だから旧型車に限りますね。全面展望は、それでは次の電車に乗りますね。まあかれこれ富士川駅登っても20分15分経ってますからね。そうそうならないと、怒られそうなので乗ります。ですね、最近どうもね、名古屋の市営地下鉄はこんな感じで照明を引っこ抜いてるんですよね。なのでこれ夜になって見にくいんです。まあこれもエコなんですよね。そういうこと、まあ、このエコは必要ないと思うんですけど、見えは必要ですよ。やっぱりこういう駅の表とかの、あ、なってましたか、はい、今度は新型が来ました。
が参ります。この電車は高畑行きです。窓が3つなんですね。
地震に強い家づくり、リフォーム・アパート建築のサダホーム、愛知総合大学総合高等学校、日本最大級のメガネ専門店、メガワールド名古屋本館方面は、ビデオに開催。さて、A 社までやってきました。せっかくなのでね、新型車両の方にも乗りたいと思います。まあ考えてみればですね、この車両ももうすぐ見たでございますね。ただ今残ってる車両を見た感じもあと 2,3 本くらいしかなかった気がするんですよ。もうあの N1000系がだっても17本くらい製造されてますからね。さあ、N1000系です。1007ですね。
大学星ヶ丘キャンパス高校中学校メガネコンタクトレンズのメガネの学校星ヶ丘店。季節を楽しむショッピングモール星ヶ丘テラス。予防接種実施、内科、小児科、アレルギー科の中集会星ヶ丘内科。住山小学園大学星ヶ丘キャンパス方面は2年を経過点。東山線の女性専用線路は平日の午前9時までと午後5時から9時まで運行しています。皆様のご協力をお願いします。なので、この駅は発車ベルが鳴るんですね。なんか、大きい駅になるとですね、鳴るんですよ、発車ベルが。ピロピロピロっていうのは、車掌さんが鳴らしてるんですよ。だけど、ブーって鳴る音、次の東山公園も鳴るんですけどね。まあ、星ヶ丘、隣聞いたら切ります。それにしてもですね、やはり杉山女学園ってこんなところにあるんですね。意外だ。Thank you.
地獄から地獄を体験してみました。というわけで以上でございます。動画は30分超えですが、35分いっちゃいましたね。35分です。ではということで、また、今回この動画がですね、最後の動画です。皆さん良いお年をお迎えください。では、2015年またお会いしましょう。生声のあるじでした。月刊生声のうちが最後の動画です。私の撮影では今年が最後ですね。はい、ではさようなら。